はい、欲満タンでお願いします。ここら辺で熊出ますか？出ますよ。1年前ぐらいそこの柵のこっち側歩いてたらしい。はい、どうも、カリスマ無職ひもちんです。はい、みんなお疲れです。ただいまヒグマ生息数ナンバーワンと呼ばれる知床半島を走っており、うおー、ここら辺さ、ほとんどが自然で、そこでヒグマやらエゾシカやらが生活してるんだよね。今一つ絶対バズるであろう客思いついたわ。ちょい乗りでヒグマから逃げ切れるのか検証してみたー。絶対にバズります。ちょい乗りはいい個体で、だいたい最高速50キロぐらいで、ヒグマもだいたい時速50キロぐらいなんで、絶対成立するでしょこれ。まあ下手すればヒグマに生きたまんま食べられてみたっていう、ただの自殺配信になる可能性もあるんだけど、まあ俺が出した見積もりではだいたい再生数500万はいけるね。一つ問題があるとするなら、 YouTube のために命を投げ捨てる覚悟で挑まないといけない、神風精神が必要になるのが難点だけどさ、実を言うとね、 YouTube でバズるのって結構簡単なんよ。水着になればいいのよ。水着が露天風呂。あ、もちろん若い女性限定ね。でもね、男の場合も結構簡単にバズれる企画あるんですよ。全裸でバイクに乗って東名高速の朝の渋滞をすり抜けしてみた。これは伸びますぜ。通勤渋滞でイライラしてるドライバーたちを横目に、全裸ですり抜けして走り抜けるという、いろんな意味の爽快感ね。これも500万再生間違いなし。赤版プラス実名逮捕ほぼ間違いなしだけど、昔の元ブログって編集はカットのみだったり、トークは必要最低限で、風景とかスポット紹介とかメンテナンス動画とかがメインのクロート向けの硬派なジャンルだったと思うけど、今はもうだいぶ大衆向けになってるよね。いや、あのね、やったことある人ならわかると思うけどさ、男で YouTube の数字伸ばすってとんでもなくハードモードなのよ。法律を犯すか、バイク壊すか、命を落とす覚悟で挑まなきゃ、まあむずいよね。例えるなら、関ヶ原の合戦にパンイチで乗り込んで徳川家康をチョークスリーパーで締め落とすぐらい、それぐらい難易度高いのよ。三国武装では無理だわ。はい、ということで、これから知床の自然を散策しに行こうと思います。この先に知床自然センターってのがあって、そこの遊歩道の景色が素晴らしいというので、これからそいつを拝みに行こうと思います。知床自然センター到着しました。はい、どうやらヒグマが遊歩道で鎮座してるらしくて、遊歩道は通行止めになってました。鎮座してんじゃねえよクマさん。クソだれ。ただでさえ目的地が定休日多くて肩透かしくらいこと多いんだからさ、ちょっと空気読んでくれよ。ほら見て、車もほとんどいなくて走りやすいし、すげえ綺麗な道でしょ。でもね、ここら辺普通にヒグマ闊歩してるらしいんで、かなり危険な道路っす。まあでも見れたらラッキーよね。ヒグマの親子連れだったら秒速で油断するけどさ。とりあえずこれから知床国立公園のところに行きまーす。公園とは言っても、箱型ブランコとか回転ジャングルジムがあったり、ぶら下がり式シーソーで遊べるとか、そういう公園ではないんすよ。普通に雄大な自然を堪能できる場所で、知床の自然を満喫したいならここで決まりってぐらい定番のスポットらしいんで、これから行ってみます。 OK、 到着しました。いや、もう実に素晴らしい自然美じゃった。感無量じゃ。ということで、これから知床峠に行ってきまーす。なんかさ、こういう自然の中をしてると都会の喧騒を忘れて心が浄化されるような感じになるよね。心が前向きになるというかさ、まあもともと俺前向きだし、落ち込むこともそんなないんだけどさ、まあ言うてもメンタル自体は強くないけど、仕事でも何でもそうだけど、嫌なことをやり続けて病むくらいならすぐに逃げ出せばいいっていうマインドだから、基本そこまで落ち込むことはないんよね。まあ結構ネットではさ、辛辣な言葉を言われたり燃えたりすることもあるけど、そこで落ち込むことはないもんで。結構前だけど、美容室でソフトモヒカン風に散髪して、その後バイクで仕事場に行ってヘルメットを取ったら頭がノリスケになってた時はマジでへこんだね。ノリスケ状態で仕事しなくちゃいけなくてさ、喋る人みんな目線が上に泳いだもんね。いい景色じゃないの。北海道最高です。すげー走りやすいわ。来てよかった。あれれてっぺんの方ガスってるじゃないか。クソだれ。知床峠と一緒に撮らせていただきます。今のうちちょっとさっぱきますわ。なんかヒグマも出てくる気ないっぽいし、これから知床食堂の方に向かいたいと思います。知床食堂到着しました。あら、おいしそう。やだ、うまい。
それじゃこれから知床半島の北にある熊の入った家という宿にこれから泊まりにしたいと思います。いや本当にそのまんまの名前だからね。なんか昔そこの住人が夜寝てる間にヒグマに家を侵入されたらしくて、それで熊が入った家っていう名前で営業してるみたいな。超魂たくましい宿やな。要するに普通にここら辺人里だけどヒグマも歩いてるみたいだからね。熊の入った家到着したぞ。実際にヒグマが入った家っていうのがこっちにあるみたいなんで行っていきたいと思います。これっぽいっすね。失礼します。うっすら見えてる奥に行きたくないんだけども。入れん。開けれません。いろんなところが腐ってて入れん。入れませんね。なんであれ。しばらく人が入った感じないんだけど。怖っ。いろんなもんあるね本当に。1999年の新聞だ。深夜民家に熊強盗。熊ってやつらだ。はい、それでは本日泊まる宿がこちらです。南米のスラム街かな。ちょっとヤバくないですかこれ。普通に生活してる日本人が住むような場所じゃないよね。中を拝見していきましょうか。失礼します。よっ。中はこんな感じですね。テレビはありませんね。あ、でも意外と快適に暮らせそう。見た目は完全に大廃地区のボロ屋なんだけどさ、中はすごい快適かも。なんていうか旅情をかき立てるというか。いやいいわ。ちなみに目の前にはこんな感じで知床の海が広がっていてめっちゃ綺麗ですね。こっからさらに下の方向に温泉があるみたいなんで、これから入りにしたいと思います。セフィ温泉到着したぞ。ブルーありましたね。これめっちゃワイルドやん。でよく見たらさ、ほらこんな感じで温泉湧いてんのよ。あっつい。でここのスラム街みたいな小屋の料金は1泊3000円ですね。まあロマンがあるよね。ここねライダーハウスも併設してて、そこが確かね1500円。本当だったらそっちに泊まるつもりだったんだけど、バイク止める時にここの小屋見てなんだこれと思って、オーナーさんに聞いてみたら泊まれるよみたいな感じで言われたんで泊まりますっつって、で中見てみたら意外とね、まあ、悪くはないというか。何これ、どうやって再生するのこれ。これがエグザイルが入ってました。はい、本日の晩飯サラダボウルとザンギっすね。寒い。エアコン欲しい。一応真面目に編集もしてます。はい、外はこんな感じになってます。海が近いっていいよね。ちなみにずっとまっすぐ行けば北方領土があります。返せ。完全に真っ暗になってしまいましたね。海の音が最高。ちなみに周りには何もありません。ヒグマがカッポしてたらマジで怖い。改めて思うけど先進国の人間が住む場所じゃねえ。もうこれほんとブルーシートで囲ってるだけだからね。本当に完全に真っ暗闇ですね。ということで歯磨きしてもう寝ます。はい、おはようございます。いや最初ちょっとこれ大丈夫かなって思ったけど、まあ、結果的に泊まってよかったわ。いろいろ斬新なやろですごいいい経験だった。はい、そんな感じでここで終わります。高評価してくれるとモチベになるんで、みんな今日一票よろしくです。 Twitter、インスタもフォローしてね。それでは次の動画で会いましょう。お疲れです。